よろしく。はい、管理職ユニオン関西の中村です。今回は世相の鬱憤話チャンネルというので、岸田内閣がやってる子どもに対するいわゆる一律支給の話ですけども、まあもともと10万円1回出ましたね、前に。これは全員に出ました。で、税金もかからなかった、そういうあれですね。で、今回は何か出すと、いろいろコロナの問題もあったし、いろいろなことから見てですね、まず公明党がややこしいことを言って、18歳とか、あるいは今回の話で言えば中学生ですから15歳ですねの以下の方に10万円支給しようと。で、それも 年収というか所得の制限、970万とかいう話ですけども、そういう制限も加えると。だからまあ話簡単に言いますと、10万円国民に全員に配る、これは配った実績があります。で、これノウハウもありますから、ちょっとまずかった点もこれ修正したらすぐできるはず。ところが18歳に制限するっていう話が出てます。今は今度は15歳ですね、中学生以下ですから。先行と先行です、先行。まあいうようなことで、どんどんこう、対象者を絞ってきてます。で、合わせて、所得制限もある。だからこれは見栄えとしてはね、なんか出しますとは言ってますけども、結局原資ですね、どんだけお金いるかっていうのはどんどん下げてきてます。ところがですね、10万円払うと言って、中学生以下払うと言ってるんですけども、それを半分ぐらいは、半分5万円はクーポンにする。クーポンにして、それにまあ誰かが言ってましたけども、印刷費がかかる。で、印刷したやつを今度運ばなあかん、全国に、都道府県に運ぶわけですね。まあいうようないろいろ操作がありますけども、まあそんな余分なことさして、まあ自民党なり岸田さんがお付き合いしている経営者会社に発注するとか、まあそういう丸投げ投げて、そこに儲けさすというようなことをわざわざやってるわけです。だから国民なり対象者を縮小して、原資、いわゆる必要なお金を減らしてしてるかのようなポーズをとってですね、やってることはみみちいことをやってると、まあ、こういうふうに見えるわけです。だからまあちょっともう一回考え直してですね、やっぱり一度経験して、それでも大変やったわけですけども、10万円を早急に年内に全員国民に支給するとか、まあ、そういう発想に変わらないとなんだというふうになるんじゃないかと思います。で、合わせて私はちょっと考えてるんですけど、国民みんなに平等にという意味で言えばね、消費税、これを下げる方がね、お金の要するに所得の少ない人は非常に要するに消費税が 高いと生活がに対する影響力は大きいわけです。で、もう一つは高額の所得の人に対してはやっぱり比率少ないわけです。そういう意味で言えば一律に消費税を減らすというようなことも含めて考えていただいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。その意味で岸田さんがやってることは出すとは言ってるけども、実際内容に関してはみみちい政策ばっかしやってるというふうに思います。まあ、そういうことで今日は岸田内閣っていうのはみみちくなんかやってるポーズだけ取って、こういうことを訴えてるというふうに過ぎないなというふうに思います。最後にまあみんなの力で国民全員に10万円出してもらうという声を上げていきたいと思います。どうもありがとうございます。